狙えればいいんじゃないかなと思います。ビシエド絶対に振り遅れないように、ナイスホームラン、はい、点数ナイスホッピング。皆さんどうもこんにちは、メリッサです。今回は不審者の方が打率を上げるためにすべきこと3つを話しながらリアルタイム対戦をやっていきたいと思います。皆さんリアタイ楽しんでいらっしゃいますでしょうか。やっぱね、このゲームは、まあ、打工環境ということもあって、まあ、打たなきゃ面白くないと思うんですよ。打率を上げたいと悩んでる方いっぱいいらっしゃると思います。ですので今回は半年遠ざかってしまっているんですけど、最高打率8割の僕が僕なりに打率を上げるための近道として3つのポイントを話しながらリアルタイム対戦の方をやっていきたいと思います。僕なりの解釈なんですけど、少しでも参考にしてくれたら嬉しいです。最初から最後までね、参考になる話をできると思いますので、ぜひとも動画を最後までよろしくお願いします。これからもね、こういうリアタイ系の動画をバンバン上げていきますので、リアタイもっと上手になりたいなと思う方はチャンネル登録、高評価の方、動画を見る前によろしくお願いします。それでは試合の方に入って説明していきたいと思います。それでは1試合目の方入っていきたいと思います。打率を上げるために、素早く上げるためにするべきこと3選をね、まあ、僕なりにまとめてきましたので、話しながらね、やっていきたいと思うんですけど、まずね、バッティングを始めるために、もうね、ここから勝負始まってます。もうピッチングの時から勝負始まってるんです。と言いますのは、ピッチングにあまり神経使わなくていいです。ピッチングの時に大事なのは、自分の使ってるピッチャーの変化量を把握することです。あー、うまい。なんで、こっちが守っているのにわざわざこっちのピッチャーの変化量を把握しなきゃいけないんだという意見が飛んでくると思うんですけど、プロスピあるあるなんですけど、自分の使ってるピッチャーは打つの得意とか結構プロスピあるあるなんですよ。それなぜかというと、自分の使ってるピッチャーは変化球の変化量を把握することができるからなんですよ。例えばこの上沢選手、上沢選手フォーク持っていますよね。あ、上沢選手のフォークって、あ、こっからこんぐらい落ちるんだ、じゃあバッターボックスに立った時はこんな感じかなと想像することができますよね。ツーシーム、あ、こんぐらいしか曲がらないんだと、いや引っ張り警戒にすれば、投球術というのは後からでも十分ついてきます。しかも正解があるかも分かりませんしね。バッティングに正解はありますけど、ピッチングに正解があるかっていうのは正直分からないとこであるので、はい、ナイスボー、これは打てん、お、うまいですね、相手。上沢選手、まあ、ナックルカーブなんてほぼ投げないじゃないですか。でも自分が使ってると、上沢選手がナックルボール持ってるってことわかるんですよ。そう。まず、球種を理解する。知識もね、意外と必要なんです。自分の使ってるピッチャーは確実に、球種を把握する。それが、ま、第一歩というか、近道ですね。少しでも、周りの方と差をつけるために、そういうとこから意識していくことが大事だよ、というのがポイント1ですね。なのでね、僕はね、昔使ってたんですけど、菅野さんとかめちゃめちゃ得意です。はい。どんぐらい変化するとか、まあ、全部頭に入ってるので、まあ、菅野さんとか、あと誰だろうな。金子千尋選手とかめっちゃ得意ですね。うん。いいね、スイッチ。さあ、攻撃していきたいと思います。さあ、相手投手は千賀さんですね。この千賀さんは 2CM D の、変化量マックス、ソフォークの変化量マックスの千賀さんなので、で、スラーブも、変化量2なので、そういうことを、まあ、しっかり選手メーカーを見てね、変化量を覚えられているので、いいね、スワッティング。そう、まずね、相手、球種を覚える。球種を覚えるために、まあ、ピッチングはね、そんな神経使わずに、まあ、楽に行きましょうよ、といったそういう話ですね。オッケー、ビシエドはね、守備も上手いですし、広角持ってるので非常におすすめです。はい、吉田正尚選手。吉田正尚選手もね、シーズンの頭に出る、機会が多くて、まあ、結構獲得しやすい選手ではありますし、まあ、割とおすすめですね。タイピンチ出たね。タイピンチ出たら、ツーシームが D から、C に上がりますし、フォークの変化量もね、限界突破するので、OK! さあ、バッティングいいですね。さあさあ、現役選手だけでも、どんだけでも打てるよ、ということを証明したい。OB に頼らず、まあね、選手をね、育成することももちろん大事です。はい。選手が強いイコール、昔からやってるって意味なので、はい。僕もね、このゲーム、3年半かな、の回コールドしましょう。坂本選手、無課金の方、めちゃめちゃおすすめです。ファルか。さあ、狙えます。絶対ストライク入れてくるわ。坂本選手はね、獲得した方がいい選手ランキング上位に入ってきますね。いけ!惜しい。まあまあ、タイミングはいいでしょう。来いぞー!あ、田淵選手に代打出すの忘れた。まあいいでしょう。コールド勝ちすることができました。2試合目入りたいと思います。対戦出した。
健康ですね。よしよしよし。さあ、おかわりくん、先頭、ホームランバチコリ打っていきたいですね。さあ、二つ目のポイント。二つ目のポイントはですね、とにかく、極端にやってほしいということです。どういうことかと言いますと、ストレートに詰まってしまいます。まあ、ストレート打つのが命のゲームなんですよ、これ。ストレートツーシームを打つのが命のゲームなんですけど。なので、もうストレートはね、もう引っ張ってファウルにしちゃうぐらい、こんな感じでね、レフト線に打っちゃうぐらい、もう極端に。で、もう、フォークは空振りしてもいい。カットボールもファウルにしてもいい。だけど、ストレートだけは絶対に振り遅れないようにしよう。まあ、ツーシームもね、もちろんゴロになっちゃってもいいです。フライになっちゃってもいいです。だけど、絶対に振り遅れないように。ナイスホームラン。こんな感じでね、ストレート系に絶対振り遅れない。こうですね、こんな感じ。おー、いいナイスバッティング。そう、このホームランになるタイミングがベストですので、このタイミングを手で覚えてください。フォークボールなんで空振っていいです。こんなんでね、こんなんでいいです。今、ツーシームだったらホームランだったなーっていう、段階を。ストレートを打てるようになる。で、変化球を打てるようになるのはその次からでいいので、まずストレートに振りうまくない。まずストレート、打つ。反射神経。取るな。オッケー。さあ、いい感じに強制できそうですね。あ、せいや強え。チャンス。パワーヒ。特能が出たせいやさんは強いです。はい、出なかった時はノーコメントで。なので、まあ、この千賀さんなんかめちゃめちゃいい練習ですよね。つまんないように。ああせいやさん俺のせいです。はい、そうですね。まあ、そう、変化球狙いは本当に良くないです。詰まったら負けだと思っていただければ、この選手最初にシリーズ放置。おい確定っす。ナイスバッティング。いいですね。さあ、久しぶりの登場。代打、アジャ井上です。アジャ選手もね、めちゃめちゃおすすめなんですよ。超広角打法にパワーヒッターを持っているので、特殊能力めちゃめちゃ強いです。しかもファースト B なんでね、ホームランで決めてもらいましょう。昔動画化したんで、ぜひとも見ていただければなと思います。ならいいね、いいね、せいや。ここでホームラン、いいの上。いいこのね、もう、たまらん、勝ち上げ。勝ち上げバッティングがたまらんすね。オッケー。これも広角の力だと思うんですよ。もうボール球振っちゃってもいいので、タイミングゲーだと思ってください。そう、こんな感じでね。そう、タイミングが合えばボール球のヒットになるということで、強制ゴールドすることができましたね。3試合目入りたいと思います。解散ありがとうございました。はい、3試合目の方やっていきたいと思います。さあ、ここまでね、いい感じに打てているので、このまましっかり打ち続けたいと思います。で、ポイント3つ目は、これまたね、極端にやってほしいっていうことなんですよ。2つ目のポイントでね、ストレートを狙って、もう極端に早く振ってくださいと。いう、お願いをしたんですけど、三つ目はそのさらに一個進化系で、まあ、ストレートをしっかりね、レフトの頭、ライトの頭に打てるようになったよと、ナイスバッティング。言う方はですね、次の段階はですね、変化球の着弾点に、もう思いっきり先回りさせる。スラーブだったら真横に、縦スラだったら真下に、フォークでも真下に、もう思った 1.1 倍、もしくは 1.2 倍ぐらい、バットを先回りさせてください。まあ、例えばこの山岡選手は縦すらめちゃめちゃ下に曲がりますよね。素直にバットを当てるんじゃなくて、もう下です。自分の思った 1.2 倍ぐらい下にくぐらしてください。下にです。こんな感じで。そうすれば、打球って角度がつくんですよ。逆に、素直にね、マシーンで捉えてしまうと、落ちるボールって、当たり判定がちょっと下になっているので、ライナーやゴロになってしまうんですよ。いや、フォークちゃんとさっき捉えたのにっていう方、ラッキー。引っ張るときはしっかりね、着弾点に先回りさせないとボールってぶっ飛んでいかないので、変化球だって、スラーブだったら横に。スラーブだったら自分の思った 1.1 倍ぐらい。何を 1.1 倍するんだっていう話なんですけど、まあ、イメージ的にですね、落ちるボールだったら 1.2 倍。横に曲がる変化球なら 1.1 倍ぐらい。先回りさして、打っていくって感じですね。まあ、その場合はファールになっちゃってもいいです。うん。ああ、なるほど。まあ、これはね、二つ目の話に通ずるんですけど、やっぱストレートをね、がっちり捉えてくる相手って結構怖いですね。打率が2割だろうが、3割だろうが、4割だろうが。やっぱりね、ストレートをね、しっかりカチッと捉えてくる人は結構怖いですね。さあ、今のもカーソルが先回りできていないので、ホームランになりませんでしたね。さあ、代打アジャ行こう。さあ、特能出ろ。うい、強いですね。広角出なくてもパワー89まで上がるという。ストレートには振り負けない。あ、オッケー、ナイス。まあ、アジャのパワーで打てたってことでいいんじゃないでしょうか。
さあビシエド、つえー、無課金だからファースト出たら結構ビシエド当たりですよ。まあガチャは引かなくていいんですけど、契約書なので狙えればいいんじゃないかなと思います。ビシエドかっこいい。さすが、まあドラゴンズファンなんで、まあ、さすがうちの4番ですね。さあストレートに振りまくね、着弾点に先回り、えいまさたかー、オッケー、いいですね。まあ、変化球を見極めるコツとか、あともっと打率を上げるために、まあ、ポイントはいろいろあるんですけど、まあ、最初の方はこの3つをね意識するだけで、あっけらっけ、打率は爆上がりするんじゃないかな。4割5割は、まあ、端末にもよりますがね、4割5割は硬いんじゃないかなと思っております。ホームランで決めたい、ホームランでサヨナラだから、強制こうやって、おいラッキーラッキー、オッケー、さあいい感じでバッティングできてますね。じゃあ現役選手でこれだけ打てれば、あれ OB いらない、もしかしてOB いらない説が出てきた。これで抜けて、よっしゃー、ということで8点取ることができました。強制ゴールドすることができました。ナイスバッティング、対戦でした。はい、いかがでしたでしょうか。少しでもね参考にしていただけると嬉しいなと思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価の方お待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またねー、バイバイ。